そうやな、買い切ったねって。そこなんだ。なんかもっとなんだろう、いいねが面白いとか、ドレセンが面白いとか、プライムタイムが面白いってくるかなとか、相鉄のやつ。相鉄のやつ。めっちゃピンポイントだね。相鉄の何が面白いの？相鉄の何が面白いのって、今もしここだけ放送で抜かれたら俺、ちょっと相鉄的な話してる。今、絶賛抜かれてる。抜かれてます。抜かれてた？え、相鉄の何が面白いんだって、相鉄線を。ダメって言ってるわけじゃない。うまく説明できないな。この番組でどうしたらいいの？これ抜かれてますか？今抜かれてますか？いや、もう今上げます。もう下げます。はい、下がったんかい。危ないよ。危ないな。あとは最後は大丈夫ですか？大丈夫ですか？やばいところ抜かれちゃったな、今。みんな何見てる？なんでみんな声出してほしいときに出さないの？出さなくていいの？9がないから。あ、9、9だ。三角くんはいつも通ってない。ないです。三角くんはないです。ないです。9はないです。9って。あ、今ちょっと。お客さんが9出してる。いつもの流れで。いつもの流れ。いつもの流れを教えてください。どうしてお客さんに教わる？三角さんは常に。あ、そうですか。ですね、どうして来てくれたんだろう。来週は行こうと。お仕事大丈夫？何系の仕事？あ、倉庫で。あ、港系の。まあ、なんとなく。あ、まあ、はい、ありがとうございます。これ今放送載ってるんですか？あ、そうなんですね。どうもどうも、こんばんは。こんばんは。どうして来てくれたんですか？いや、定点じゃない、観測してるって、はい、ええ、で、ツイッターを見て、FM とか聞きながら動いてるんですか？はい。あ、FM をどうして聞いてくれてるんですか？いや、なんか、栗原さんが好きだから。え、本当ですか？はい。あんまそういうに感じなかったんです。こういう感じでいいですか、リモコンさん。はい。牧歌的な。あ、そうなんですね。すごいスーツを着た、もうあれですよ、会社で言ったら完全に部長な感じの。部長ですか？よく言われます。よく言われる、はい、そして本当の役職は、まだもうちょい部長。あ、課長ぐらいの感じ、はい、部長補佐ぐらいの。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、役職工事ですみたいな。あれ？あ、これ、そうですよね。これ、あれですね、ガンガン曲言っていただいた方が照れくさくない？もうちょっと言っていいですか？はい。リモコンさんが慣れてなくて、どこで曲言っていいか。だからリモコンさん、あ、やばい。あ、かかった。リモコンさん優しいんです。
優しいから多分待ってくれるんですよ。で僕は優しくないからガンガン曲いっちゃう。なんかいいですか、僕の方の皆さん、このそれぞれ皆さん立ち位置がある。彼はすごい近いけど、こちらはなんかもうこれぐらいでいいよ。いっくんじゃない？バレてる。本当はさ、厚木に住んでねえんじゃねえかな。いつもさ、厚木のいっくんでさ、厚木のいっくんって言ってたけど、必ずいるわけ。どこでやってようと、厚木じゃなかろうと、横浜だろうと。だからさ、本当は厚木じゃないんじゃないの。本当？本当ですよ。境橋の近く。厚木で何やってる人なんですか？あ、でも、職場が町田なんです。職場が町田？また怪しいな。妄想で喋ってんじゃない？なんかさ、とりあえず何か言っとこうみたいな。本当？こんなの来た？いっくん若干、あ、休みだったの？うわ、また妄想だ。本当はもう、なんか毎日暇で、だけど今日は休みだよ。そんなことない。そんなことない。本当は厚木に住んでるんですか？住んでます、はい。もじゃやちゃんもね、いつも、あ、入ってるね。入ってる。あ、入ってるのが分かるの？入ってるのが分かるのがベテランですよ。僕は入ってるのが分かんない。え？さじ加減が。さすがに全然見れない。一回だけミカルさんにあれスライドバルトに入れてもらって。リポーター、はい、じゃあ僕と会話したい。はい、盛り上げた。はい、何がちょうど受験期で。あ、覚えてるかも。モハイ近くだ。モハイ近く。あ、モハ君。あ、モハ君。あ、モハ君もっとちっちゃい人なんだ。モハ君でかいね。モハ君でかいから大学行かなくても大丈夫なんだよ。そういう問題。もう十分だから潰しが効いてる。大丈夫だと思うけど。そうなんですね。あ、なんかすごい背後から。あいみちゃんファンですよね。あいみちゃんじゃなくても来てくれるんだなと思った。いや、だいたい7、8割知ってるんですよ、定点観測。あ、もうみんな、みんな、はい、あ、そうなんだ。だから今日はこんな国があってもね。そうなんだ。私の代わりに頑張れ。だいぶ応援が温まってきましたね。すごい。はい、ただ本来の趣旨はリポートなので、別に集まってくれた人を温める必要はないです。でもなんかやっぱ、はい、やっぱ持ち前のなんていうんですかね、この商売根性みたいなのが出て、なんか一つにまとめたくなっちゃう。ああ、それが言いたかったんですけど、本当はあゆみちゃんのイベントに来てくれるファンの方が、あゆみちゃんがいないのに僕のためだけに会いに来てくれて嬉しいですね。大丈夫？大丈夫ですよ。大丈夫ですか？大丈夫ですよ。なんかあれですよね、あゆみちゃんは SDN の AKB ファミリーの時じゃなくて、終わった後から好きになったんですよね。ワロップっていうラジオ局の放送をやってた時期があるんです。またちょっと入り組んだ話だな。また今度にさ。長いです、話すと。はい、私ですね、桜木町駅前の、なんていうんですかね、この駅前の広場のところにリポートに来たら、二十数名の方が会いに来てくださいました。これが定点観測なのかな、栗点観測なのかなと。ちょうどコレクトワールド映画館の出入り口前のマンホールの前に立っておりましてですね、はい、これ面白いもんで、すごく私の近くグイグイ来てくれる方と、微妙に5メーターぐらい遠巻きでずっと立って見守ってくださる方とか、いろいろいらっしゃるんだなってことが分かりましてですね、もう私は戻るんですけど、今日集まってくださった皆さん、いいですね、このまま居酒屋行ったら楽しそうだなと思うんですけど、私は残念ながらこの後仕事に戻らなきゃいけないので、今日以降の皆さんの幸せ度合いが2割、3割、5割増し。イエーイ。
ところもあるよ。みんな写真撮ってんじゃん。ああ、そうか、顔写さないのか。写真を、集合写真は撮ってます。集合写真、いや、撮りますよ。集合写真、集合写真いきますよ。集合写真撮って。今日やだな、今日やだな。俺は載せなくてもいい。あ、はいはい。まあ、じゃあ今写真撮って帰ります。あの、誰か撮りたかったの？撮りますよ。そういう時の代表カメラは誰だ？いつも俺やってるんだけど。言わなきゃよかった。危ない。こうやってこうみんなでガーッて、どっちバックにしましょうか。こっちからみんな、じゃあ集合写真いきます。あれ、普通の入んないよ。一瞬ビデオになっちゃった。ビデオのまま乗っけてもらってもいい？こっち前も。こっち前も。行きますよ。OK。よし。